皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズ2やっていきます。ねえ。はい。うわ、なんだお魚かよ。私で悪かったわね。ごめんね。そんなことより、今日はサクナの誕生日よ。あんたも祝うんでしょ？もちろん。もちろんだぜ。なんで祝うんだよ。祝うよ。もちろんだぜ。そう。あんたもいいとこあるじゃない。まあね。あ、サクナだよ。お。あ、ともちゃん。私は？ちょうどいいところに来たわね。そうだね。ほら、サクナに行っちゃいなさいよ。え、私告白するの？ここでかよ。後で言おうと思ってたのに、本当に告白みたいになってんじゃん。後で言っても今言っても同じだって。ほらほら。わかったよ。え、どうしたの？うん、ちょっとね。龍崎さん、お誕生日おめでとうございます。なんで敬語？何かしこまって言ってんのよ。そうだよね。仕方ねえだろ。こういうのって妙に緊張するもんなんだよ。そうかな。大体お魚、お前は何かしたのかよ。当然でしょ。もうとっくに済ませてるわよ。さすがともちゃん。済ませてるってともちゃん。え、もしかしてお誕生日おめでとうの一言だけだった？とにかくありがとう。いえいえ、プレゼントも渡した方がいいよな。そうだよ。ラケット、テニスシューズ、特にプレゼントを渡さない。渡すよ。ラケットプレゼントします。それでよかったらこれもらってくれない？ラケット？私に？うん、俺のお下がりで悪いんだけど。いいな、サクナ、結構いいラケットなんじゃない？本当にいいの？もちろん。ああ、もちろん。それで素振りでもしてくれよ。そして俺を思い出してくれよ。うん、どうもありがとう。大切に使うね。うん。よし。ああ、今日も一日が終わったぜ。相変わらずフラフラしてるね。眠りながら歩いてるの？その声は龍馬くん。どういう意味よそれ。なんだ龍馬か、相変わらずムカつくな。そういえば山猿のおかしな噂聞いたんだけど。何それ怖いんだけど。噂？どうせまたろくなもんじゃねえんだろ。山猿は太っ腹で気前がいいんだって。へえ、そうなの？おまけに義理と人情に熱い、頼れる男だって。なんか女子の時よりすっごい褒めてない？なんだよ、どこもおかしいところないぞ。誰がこんなデマ広めたんだろう。結構評判になっちゃってるみたいだけど。デマじゃありません。本当のことなんだからしょうがねえだろ。龍馬と違って見る目のある人も世の中にはいるもんなんだよ。うん、そうなんだ。そうそう。とは言ったものの、全然心当たりがねえんだよな。でもまあ、別に悪い噂じゃねえみたいだし、いっか。ドロップボレー。まあ、いいんじゃない？うん、まあ悪くないんじゃない？まあ、当然だな。無駄にダッシュ力があるから、ネットに詰めるのも早いし、結構向いてるかもね。そうだろそうだろ。何しろ俺には無駄にダッシュ力が、ダッシュ力ないけどね。っておい。あ、そうだ。試合中に相手が挑発してきたらどうする？そうだな。売られた喧嘩は買ってやるぜ。無視しとけよ。審判に注意してもらうぜ。一番上だ。売られた喧嘩は
買ってやるぜ。まあそうだね、逃げたりはできないからね。そうそう、よっしゃバッチリだぜ。今日の練習は楽しかったよ。また今度誘ってよ。うん、あ、機会があったらまた頼むぜ。それじゃあ一緒に帰ろうか。うん、あ、そうだな、帰ろうぜ。こうしてテニスクラブでの楽しい練習は終わった。龍馬と一緒だと充実してるな。ってことらしいね。よし、よく理解できたなお前。お、お前バッチリじゃねえか。輝いて見えるぜ。努力してりゃ結果は必ずついてくる。その調子で頑張れよ。うっす、頑張ります。やったぜ、褒められた。今日は校内練習日だ、ランキング戦があるぜ。ちょっと疲れてるけど、まあなんとかなるよな。疲れてるのか。もうすぐ春が来るな。あ、ごめんなさい。あ、部長の話聞いてなかった。やべえ、すみません。もう一度だけ言う。はい、お願いします。レギュラーの座が取れるように全力でいけ。はい、はい。最初の相手は吉村俊先輩か。先輩には悪いけど勝てない相手じゃねえよな。吉村先輩との試合は、やった、会心の勝利だぜ。やっぱこれも日々の練習の成果だよな。次の相手は八郎か。悪いけどここは勝たせてもらうぜ。八郎との試合は、やったぜ、完勝だ。この調子のまま次も勝たせてもらうぜ。最後の相手は面白先輩。勝てるのか。いや、何か手はあるだろう。やってやるぜ。お、最後はお前とか。はい、お願いします。面白先輩、よろしくお願いします。ま、初めてじゃねえんだから気楽に行こうぜ。はい。負けるつもりはこれっぽっちもねえけどな。こっちだって。そうっすね、本気で来てくださいよ。つまんないっすから。やっぱそうでなくちゃな。はい。あ、4ゲームずつか。おう、ゆうた。まあ最初は性格魂は使わなくていいかな、必殺技持ってるし。行きますよ先輩。ほれ、これでどうだ。クールサーブ、ゴー。よし、フィフティーンラブ、これでどうだ。クールサーブ、ゴー。よし、サーティーラブ、これでどうだ。クールサーブ、ゴー。よし、フォーティーラブ、よし、これで決まる。これでどうだ。クールサーブ、ゴー。よし、いけるぜ。おお、面白くん傷だらけなんじゃないかな。ゲーム、プレイヤータイム。性格魂の黒い微笑、そして続けてペナルティ。
前に。以上。プレイ。これぐらい。うりゃ。やった。アウト。よし。ラブフィフティーン。ラブサーティー。やったー。よし。ストレートで勝てちゃうかも。ラブフォーティー。やったー。ストレートで勝てた。俺だって性格の一員なんだ。ウォンバイ、プレイヤー、ゲームセット。いやー、やっぱ最後の試合はすごい楽だわ。勝った。やるじゃねえか。本気の俺に勝つなんてよ。え、本気だったんですか？悔しいけどよ、お前の実力認めてやるぜ。ありがとうございます。へへ、桃城先輩に認めてもらったぜ。俺に勝ったくらいで調子に乗るなよ。はい。お前が勝つべき相手は俺やカイドウじゃねえ。はい、じゃあ誰ですか？レギュラーとして大会に出てくる他校の連中なんだからな。ああ、なるほど。もちろんす。大会でも勝ちまくってやりますよ。そうだぜ、その意気だ。はい。今日はまずまずだったな。この調子でランキング1位を死するぜ。なんてちょっと調子に乗りすぎだな。あ、そうだ、お前の疲労回復法って何？それ私が一番知りたい。風呂だよな。俺は疲れ知らずだぜ。ランキング戦が始まる前疲れてるって言ってたじゃん。飯食うに限るぜ。一番上だ。風呂だよな。そうだね、汗も流したいし、やっぱりお風呂が一番かな。そうだね、今日一緒に入ろうか。よし、なかなか良かったんじゃねえの。疲れ知らずの方が良かったかな。今日の練習悪くはなかったね。気分転換にもなったし。ああ、そうだな。じゃあ、帰ろうか。あ、帰ろうぜ。こうして、テニスクラブでの有意義な練習は終わった。よし。さーて、帰るか。今日はバレンタインデーだけど、もしかして3人からチョコくれるのかな。ねえ。はい。お、大阪だ。なんか用か？これ。え、何？チョコ？それはチョコレート。ひょっとして俺にくれんのか？あー、でもともちゃんからのチョコレートって龍馬くんに渡してっていうチョコじゃないかな。うん、そうよ。え、私に？ありがとう、大好き。ホワイトデーは楽しみにしてて。3倍返しにして返すから。サンキュー。けどさ、龍馬にやんなくていいのかよ。それはもう朝に渡したんじゃない？心配ご無用。龍馬様には昼間ちゃんと本命チョコを渡してるわよ。そうですか。ってことはこれ単なる義理チョコってことかよ。いや、義理でも嬉しいよ。うん、義理。それ以上でもそれ以下でもないわ。そっか。あんたにも一応ちっこいのをあげとこうかと思ったのよね。ちっこいのって、それはチロルチョコくらいの大きさ？よく味わって食べてね。うん、1時間くらい舐めてるよ。そういう中途半端な気遣いは余計に傷つくぜ。
え、二人のは？やれやれ、今日はバレンタインデーだったんだよな。あ、もしかしてここでくれる？あの、うわー、来たー、さくろちゃん。あ？あ、龍崎さん、なんか用？これ何？チョコ？え、ひょっとしてそれってチョコレート？うん、あなたにあげようと思って。わあ、さくのちゃんありがとう、大好き。ホワイトデーは楽しみにしてて。3倍いや5倍返しにして返すから。マジで？やった。それからこれ、りょうまくんにも渡してくれる？それは自分で渡せばいいじゃん。だったら一緒に家まで行く？そうきたか。オッケー、龍崎さん任しといてくれよ。嬉しさ半分って感じだぜ。ナミちゃんのは？あ、そうだ。とても手強い相手と試合するのってどう思う？めっちゃ楽しい。できれば支配したくねえな。強ければ強いほど楽しみだぜ。強いも弱いも関係ねえな、上だ。強ければ強いほど楽しみだぜ。そうだね、強い相手にたくさん会えるから声楽に来て本当によかったよね。そうだよね。よし、なかなか良かったんじゃねえの。なんでこれがバッチリじゃないの？関係ない方が良かった？今日の練習悪くはなかったね。気分転換にもなったし。ああ、そうだな。じゃあ、帰ろうか。あ、帰ろうぜ。こうしてテニスクラブでの有意義な練習は終わった。よし。はい、もんだよな。こっちに来てからもうすぐ1年になろうってんだもんな。よう、今帰りか。その声はカイドウ先輩。あ、カイドウ部長、チュース。途中まで一緒に帰るか。はい。うっす。カイドウ部長と一緒に帰るのは嬉しいんだけど、何にも言ってくれないのは間が持たなくて辛いぜ。はい。うわ、なんすか？学年末テストの準備やってるか？やってます。いえ、勉強やってたじゃん。やってんのか、やってねえのか。やってねえなら。やってますよ。やってますってば。やってます、やってます。ちゃんとテスト勉強やってます。ならいい。絶対に補習を受けるような点なんか取るんじゃねえぞ。はい。春休みが補習で終わっちまうからな。そうですよね。そうっすね。テスト期間中は部活も休みになるから勉強は集中してやっとけよ。はい。厳しいっすね。厳しくなんかね、受験する3年の先輩たちと比べたら俺たちなんて。そうですよね。きっと俺も来年の今頃は机にしがみついてるはずだ。きっと私も2年後の今頃は机にしがみついてるはずです。やれることはやっとかないとな。はい。テニスに集中したい。だからこそ勉強だ。はい。そんな話をしながらこの日はカイドウ部長と一緒に帰った。テスト。月曜は数学だ。よし、バッチリだぜ。火曜は原告だ。まあまあじゃないかな。水曜は英語だ。よし、バッチリだぜ。木曜は日本史だ。まあまあじゃないかな。金曜は生物だ。うわ、壊滅的だぜ。土曜は保健体育だ。よし、バッチリだぜ。また壊滅的があった。ん？藤先輩からだ。もしもし、藤先輩っすか？どうしたんすか？実は今日受験が終わったんだ。それを報告したくてね。お疲れ様です。それをわざわざ？
多分気にかけてくれてるって思ったから。ごめんなさい、全く気にかけてませんでした。そりゃ当然っすよ、藤先輩のことっすからね。それでそのどうだったんすか？先輩のことだから大丈夫っすよね。とは思うんだけどね。うん、自信はあるよ。よかったです。さすが先輩、俺なんかとは全然違うっす。やるだけのことはやったつもりだから、あとは結果を待つだけだよ。そうですね、先輩なら大丈夫っす、俺が保証します。ありがとう。いえいえ。これで心置きなく後輩の応援ができるね。え、もしかしてジュニア選抜のですか？後輩の応援ってもしかして俺のジュニア選抜っすか？他に何があるの？もうすぐだよね。調子はどう？絶好調です。やるだけのことはやってるつもりなんすけどね。やっぱ藤先輩みたいに自信たっぷりってわけにはいかないっすよ。そうなの？珍しい。いつもの強気はどうしたの？らしくないじゃない。藤先輩もそう思いますよね。大丈夫、自信を持って。僕は受験を頑張った、次はお前が試合を頑張る番だよ。藤先輩、そうっすね、俺精一杯やります。そうだ、受験が終わったってことは明日は一緒に練習できるんすか？そんな急に？まだ合格したわけじゃないから、さすがに明日っていうのは気持ちの切り替えだね。そうですよね。ダメなんすか？残念だな。で、切っちゃったよ。ちょっと、それはちょっと失礼なんじゃないかな。そういえば今日って藤先輩の誕生日じゃんかよ。どうすっかな、お祝いしよう。誕生日を祝う、誕生日を祝わない、祝うに決まってんじゃん。誕生日を祝う。はい、藤ですが。藤先輩、この間は勝手に切っちゃってごめんなさい。俺っす、今日って先輩の誕生日っすよね。よく知ってたね。知ってますよ、当然っすよ。ありがとう、それでわざわざ電話を？はい、そうなんす。そうだ、プレゼントはどうすかな。アダージョの LP レコード、多機能アルバム。特にプレゼント渡さない。渡すよ、多分これだろうな。多機能アルバムをプレゼントします。そうだな、あれをプレゼントしよう。あの、これから公園で会えないすか？公園でいいんだね。わかった、すぐに行くよ。ありがとうございます。あ、急がなくていいっすよ、俺待ってますから。おっしゃ、公園にダッシュ。ごめん、待たせた。いえ、私も今来たところですよ。いえ、とんでもないっす、わざわざ来てもらってすんません。誕生日おめでとうございます、これプレゼントっす。ポケットが多くて使いやすそうなアルバムだね。はい、先輩が撮ってる写真たくさんあるんすよね、整理に使ってください。これページを買い出して増やせるタイプだから便利かなって。へえ、便利だね。そうだね、いいものもらったな、ありがとう、大切にするよ。いえ、気に入ってもらえてよかったっす。ひょっとして僕の好み聞いて回ってくれたのかな、ありがとう。いえいえ、プレゼント喜んでもらえたみたいだぜ、よかった。ジュニア選抜が迫ってる、気合入れていかねえとな。お、向こうから来るのはアドメさんだ。よう、自主トレか。はい、今日はカバジ君はいないんですか？チュース、アドメさんも自主トレですか？まあな。それにしてもお前気合相当入れてるみたいだな。はい、そりゃそうっすよ、今度の日曜日は
いよいよジュニア選抜ですからね。ああ、ジュニア選抜は個人の力量が試されるから気合が入るかな。はい。俺と対戦するやつは誰であろうと容赦しないんだ。私もです。たとえそれがお前や評定の部員であろうとな。お、そういえばアートベさんもジュニア選抜に出場するんだよな。アートベさん本気で言ってるな。こりゃますます気が抜けなくなっちまったかな。そういえばお前、ジュニア選抜の出場はどっちに登録してるんだ。意外なんだけどアートベ様が聞いてきたよ。シングルスで出場するっすよ。ダブルスで出場するっすよ。ダブルスで出場するっすよ。そうか、なるほど。はい、そうなんです。で、お前はジュニア選抜にどう挑むつもりなんだ。どうって？ジュニア選抜に挑む俺の心がけっすか。そうっすね、誰にも負ける気はないっすよ。とりあえず一生目標にしてるっす。もちろん全力で挑むっすよ。そうだな、これか、これだけど、アトベ様ってどっちが正解だったっけ。こっちだっけ。誰にも負ける気はないっすよ。たとえ相手がアトベさんであろうと、俺負ける気なんてないっすから。あー、なんかこの文章見たことある気がする。こっちが正解だったかな。なかなか言うじゃねえか。はい。だがそう来ないと面白くないからな。楽しみにしてるぜ。私もです。さて、そろそろ行くか。ま、頑張れよ。ありがとうございます。はい。そういえばお前、ジュニア選抜の出場はどっちに登録してるんだ。私はですね、シングルスで出場するっすよ。そうか、なるほど。はい。で、お前はジュニア選抜にどう挑むつもりなんだ。あれ、何も変わらなかった。ジュニア選抜に挑む俺の心がけっすか。そうっすね、お礼にしてみようかな。もちろん全力で挑むっすよ。勝ち抜けるかどうかは自信がないっすけど、何か掴めそうな気がするんすよ。弱気になるな。ま、確かに自分の実力を認識するにはいい機会かも。そうですよね。さて、そろそろ行くか。ま、頑張れよ。ありがとうございます。はい。